高校ラグビー日本一から競輪選手になったその男は、己の力よりラインの力を信じ、 G1 制覇とグランプリ出場を狙っています。この時期にこういう争いをできるっていう、なんか競輪選手に初めてなったっていうような気がしますね。吉岡利正の素晴らしきかな競輪、吉田利博は11月22日放送開始です。